はい時刻は夜7時を回りました皆さんこんばんはこんんは日田健こと司法書士の日高健一ですアシスタントの日々ですはい、えー、そうですね今夜も皆様が聞いてするさまざまな知識をお届けします30分間どうぞお付き合いくださいさてですね、えー、今日は何の日かというとですね、えー、翔太郎君今日は何の日でしょうか今日成人の日ですね成人の日ですね、はい、成人なされ今日成人の日を迎えられたあ新成人の皆様おめ,おめでとうございますありがとうございます そうですね、まあ、成人の日というとですね、まあ、沖縄ではやっぱりこう暴れん坊たちがいっぱい暴れるのが有名で全国的にニュースになって <laughs> そうですよねあの美モンタの朝唾とかあった頃には全国放送で当時僕北海道にいたんだけど <laughs> 全国放送で朝唾で、うん、あの 成人式の話やっててではい、はい、国際通りでどんどん騒ぐはどんちゃん騒ぎアーモ開けてみたいなでバス貸し切りで門付き袴を揃えてみたいな感じではい、はい、だったんですけどもねあのー、なんか今日のニュースとか見てると、はい、だいぶなんか雰囲気変わってきたみたいな感じですんなんか聞いたことあります最近のいい話,いい話、うん、例えばね <laughs> はい、はい、今日石峰中学校とかは,はい、はい あのー、ピンクの紋付き袴でリーゼントで、格好はそのまんまなんだけども、国際通りでみんなでゴミ拾いと、はいはい、そうそう、そういうのが、他の学校なんかもね、前は、格好は一緒なんだけども、うん、まあヤンキーたちが揃ってるんだけども、各自治体のを回ってゴミ拾いしたりとかね、はい,はい、いろいろそういう活動をなんか。 やってたみたいで、そういうのがまあ今今はねニュースもねフェイスブックとかでどんどん、うん、あのシェアしてくれるんで、あなんか時代変わったなと、<ー>そういうのもいいんじゃないかなと思いますね。うん、僕もねあの昔成人式なんか成人だぞって言ってヤンキー的な。 あの発想もあったんだけども僕の時はやっぱりちょっとみんなで盛り上がるような形にしようということで僕出身名護市のあがれ中学校なんだけども、はい、当時名護市の商店街、うんまあ、アーケード名護十字路を,、はい、をですね4トン車借り切ってみんなで乗っかって <laughs> でパレードして、はい、であ,<ー>あんなもう泡盛割って。 あ青森酒飲んで酔っ払って、警察と喧嘩してとか、そういうんじゃなくて、<ー>パレードすると、もう商店街のお母さんたちが出てきて、おめでとう、はいはい、おめでとうっていうような感じで、えやってましたね警察とかは出てこない <laughs> その時はですねさすがにちょっと見逃してもらって、<laughs> 見逃してもらってっていうか、<何>一応、あのあの荷台にみんな乗っかったら、ちょっとまずいじゃないですか。 逆に、新聞運転手の友達なんかはねあのっけてもあの、新聞に掲載してもらったりとか、ですねそんな感じなでしたね。あとやっぱ成人式、僕、自分の経験から言うと、まあ、中学校時代、沖縄だと中学校単位で集まるから、えー、そうそうあの、那覇でもねあの、パレードやってる人たちって、全部中学校で単位で、中学校のネットワークは強いからだと思うんだけど、僕らもね、そうやって、 まあ中学校単位で祝会とかやったんだけど中学校でなると例えばまあ久しぶりに昔中学校時代の,あの彼女とかね中学校時代好きだった人とかと会うからみんななんかそういうモードになってあの中学校時代好きだったけど言えなかったよっていう話があれから5年ぐらい中3の時は5年15歳ぐらいでしょでそれが二十歳ぐらいになってまた再会してえ昔話で花を咲かせるとまあねそういうこともありました。 僕、ね、とってもあの、えー、と大人になってとっても綺麗になった女の子の親をちょっと知っててあまりにも自分の娘が綺麗だから、うん、もう全然もう虫がつかないように <laughs> あの朝5時からの着付けから <laughs> あお父さんが5時の着付けを美容室に。 もう、あの、送っていって、はい、ずっと待ってて、<ー>で、セレモニーも送っていって、<ー>で、祝賀会とか、あ飲み会も送っていって、はい、で、帰りの二次会までずっとつけてて、で、次の日の朝、飛行機乗るまで、<ー>えー、全部お父さんがあ <laughs> 一緒に同伴するっていうのを、<laughs> あのー、まあ、ありましたね。まあ、それぐらい美人なんですよ。それぐらい美人で、あ,<ー>あのー、某大学の、はい、おなんか、あの、なんていうんですか大学の、 ミスキャンパスみたいのにもなってはい、はい、すごい綺麗なその、えー、アイドルみたいな多分近い将来この子アイドルに、ね、なるんじゃないかなというぐらい美人なのねぱっ、ね、と見も人と違うから美人なのは、えー、だからやっぱりもうお父さんからしたらもうスーパーボディーガードだよね,そう,ね <laughs> そうそうそう、あのー、それでそういうお父さんもいたりとかね<ー>ありました、うん、日比さんなんか日比さんっかあれ翔太郎君は何か あのー、成人式の思い出はないです何もない <laughs> 自分行ってないですもん成人式行かないはい<ー>自分あんま友達が自分、あのー、なくて中学校から自分一人違うところに行ってしまって自分と友達がちょっと疎遠だったんですよ<ー>なので特に行かずに、はい、そうそう沖縄でさ中学校単位で盛り上がるんだけど、うん、あのー、ほら 中学から別のところに行ったはい、はい、つまり、えー、と北部の人だったら南部に行ったりとか中部の人だったら那覇に行ったりとかはい、はい、そういうのをするとちょっと疎遠になったりするしす、ね、また県外に行ったりするとあの成人式で帰ってきても行くところないよね,そうですねだからあの地元のさ例えば普天間とかだったら普天間小学校出身の普天間中学校出身の普天間高校で沖縄国際大学って完璧に地元の地元だから。 こんな感じになるともうすごいネットワークで何かのイベントっていうかこういう成人式のイベントとかも大盛り上がりだからねそうそうそういうのもありますまあ今日はね成人したあの皆さんは本当におめでとうございますまあ二十歳なんだけどねそんなに二十歳だ大人だっていう感じもしない実感俺って大人になったかなっていうのは僕自分自身はしなかったんだけど今だって30になったらじゃあ俺って大人だと 思うショロまだ思わないです僕40になっても <laughs> 俺って40だなっておじさんだなっていうふうに見た目はそうなってても、うん、中身は全然そうなってなくてそ,、ね、そんな感じでやっぱり二十歳っていうキーワードからするとんあんまりまだ子供じゃないかなと思うけどまだまだやりたいことがある、うん、で僕が考えるのは今僕が二十歳だったら何やるかと翔太郎君どう分ですか今二十歳だったら 今,この今の知識も持ったまま、うん、な持ったままも今20歳だったらと何やるかって <laughs> 医者になります医者なんで医者なのいや医者って、うん、医者はやっぱ、まあ、いろんな仕事ある中で、うんまあ、人の命を救えるのはいいなと思うまあ、ちょっとそういうイベントがあったので自分の中で事件があったのでああ、まあ、もちろん まあ弁護士とかも人命救えますけどちょっと自分の友達の病気で亡くなってしまったので医者いいかなと思うんですけどまあ実際果たしてもらったら多分勉強しないような気もしますけどそれね僕も共感するところがあって真面目な話すると世の中で一番大事なのは人の健康だとかね命だと思うわけであのそれをにえあの 手助けできるのは、やっぱりお医者さんなんだよね。うん、そうですね。そうそう。もう病気を治してくれるっていうの、お客さん、ああ、お医者さんっていうのはやっぱすごいなと思って。はいはい、だからお医者さんってやっぱりいいなと思って。僕ももう一度生まれ変わって、今二十歳だったらお医者さんっていいかなと。うん、これ一つ考えたことがあって、僕、はいはい、あのー、3.11の震災の時にね、向こうに行ったことがあって、うん、あのー、ちょうど岩手と仙台と行ったんだけども、はいはい、で、僕らは何で行ったかっていうと、僕らこの法律相談。<ー>えー、つまり、えっ、ー、と、向こうではね、 お家買って住宅ローンは残ってるけども、お家は流されてしまったとで、この住宅ローンどうするんだとか、はい、親もいなくなったんだけど、はい、親名義の不動産どうするんだとか、<ー>そういった、えー、工場、あのー、事業の融資を受けて、うんえー、事業をやってるんだけども、まあ、銀行から、ね、お金借りたんだけども、うん、工場自体流されてしまったと、うん、そういう時にあに、のー、どうした方がいいのかって、はい、法律相談員として沖縄県で行ったんだけども、うんうん えとだけど、現場に行くと一番重宝されるのはお医者さんなの。あまあ、やっぱり高齢化社会でもあるし、うん、やっぱり体の健康の不安っていうのが一番だから、財産はどうにでもなるわけ。なんで、やっぱお医者さんっていいのかなと思ったりしますね。はい そんな感じです、まあ、成人式、まあ、僕らはねあのみんな成人式は1回しかないけれども政治、うん、の日を迎える時にあの20歳の時の気持ちだとかね大人になった何かの気持ちで今、自分が20歳だったらどうしようって言って過去を振り返りながらじゃあ、えー、20歳だからしかできないことはできないかもしれないけども、うん、えっと今でもできることはね勉強したいと思うんだったらあの時勉強しればよかったなと思う人は今からやればいいし。うん あのー、あの時、ああすればよかったなって後悔するのではなく、もう今、今から何かやろうっていうような、えー、積極的、前向きにね、考えていって、そういう日になると、成人の日っていいのかなと。僕自分自身も40なって、あのー、成人式のダブルスコアみたくなってるけど、うん、その時に20年前振り返って、じゃあ、また、今だったら何ができるか、何に挑戦していけるかっていうのを考える1日になっていけば、 えー、政治に迎えた筆頭だけじゃなくね、えー、世の中の人みんなが、なんか新たな気持ちで出発できるかなと。ね、はい。ちょっとオープニング長くなりましたけども、えー、この番組では私、日高県に聞いてみたい法律問題、トラブル、その他応援メッセージなどを随時募集しております。メールアドレスは7、7 9 7 f m g i n o 1 c o m 7 9 7 f m g i n o 1 c o m です。また、f m g u i n o 1のホームページでは、ユース TREAM やツイキャスで映像と音声も配信していますので、そちらも合わせてお楽しみください。さあ、行きましょう。日高氏 日本書士法人プレゼンツ教えて飛田健先生2016スタートです何分まできるんだっけなはいえー、そうですねえっ、ー、と、まあ、成人式のお話もありましたけどもえっ、ー、とですね僕ちょっと先日、あのー、友達の新築祝いの マイホームですね<ー>ちょっと行ってきたんですけどはい、はい、先日は昨日行ってきたんですけど<ー>やっぱりお家って何ていう夢現実的な夢っていうか、うん、あのお家作りたい人っていっぱいいるんじゃないかないっぱいいますよね、うん、で昨日行ったところはねあの平屋やっぱ平屋っていいなと思ってそこはあの鉄骨だったんですけども、うん、僕は一番いいのは木造平屋ああ いいですね、木造平屋っってていいなと思今、マンションがいっぱい建っててマンションもいいけど、うん、で僕、自分自身も、まああのー、新都心のマンションに住んでてマンションもいいし、まあ、都会はいいんですよやっぱり新都心とか弁がいいしなんだけどもやっぱり新築の平屋に行くとね、うん、やっぱとってもいいなと。 思いますね、うん、マンション一軒家マンション対一軒家の対決っていうのは,はい、はい、やっぱあると思うんですよ、うん、でまああとは賃貸,賃貸アパート系もはいはい、まあ、翔太郎君としてはどっち派ですかん自分はマンション派です、ね、マンション派高いところが好きなんですよああ夜景が夜景というかなんか <laughs> 景色まあ夜景に限らずですけどあと高ければ高いほど虫が少ないんですよ 窓開けてても虫が入ってこないっていうのが1回だとやっぱりどうしてもたくさん入ってきて窓開けっぱなしとかしに行く本当虫が嫌いで沖縄虫多いもんねなので10回ぐらいが十回いいですね沖縄って虫多いよね多いですねすごい小建ての場合もすごい虫だらけでも平気でゴキブリとかもでっかいのもどんどん入ってくるからねやっぱりあの一番まあ 僕はマンションやアパートは共同住宅じゃないみんながいっぱい住んでるけど戸建、はいうん、てはこの家族だけでしょ、うん、一番何がいいかっていうと、うんあのー、子供たちがね走り回ってもあ<ー>どんどん走り回ってもそれでもそうです、ね、だって僕、潮書士の仕事やってるじゃないうん、うん、子供たちの走りがうるさいとか、うん、そ,のをそれで上下間でもめて。うん 内容証明郵便売ったりとか、あ,<ー>あと訴訟になったこともあるからね、裁判で、えー、どうにか、まあ、程度にもよるんだけど、はいはい、まあ下に住んでる人がちょっと神経質で、うん、やっぱり少しの足音でも、やっぱりちょっとくじ過ぎたぐらいから、ちょっと足音がうるさいとか、建物の構造とかにもよるんだ、まあ、うん、昔の安っぽい作りだとやっぱり響くから、はいはい、それがもう気になる人には気になる、音ってもう気になる人には気になるから、うん、それで、あのー、 トラブルになったこともあるしあ<ー>共同住宅はね、ねそういうのをやっぱたくさんのいろんな人たちとの共同生活だからいろいろゴミの捨て方がどうだとかそそうう駐車場の使い方がどうだとかいろいろ問題になっていくんじゃないかな特に、ね、今後はあのー、あれだけの例えば50個の共同で住んでるマンションあれ独立の所有権で独立でみんなオーナーさんなわけじゃないか。はいはい でいつか解体するときにどうなっていくのかっていうのは、ちょっと将来相当トラブルになるだろうなと思ってありますね。やっぱり戸建てだとね、一番、うんまあ、マンションでいいところは、マンションでいいところって、もっと他に虫もあるけど、虫事件もあるけど、他かに、うん、なんかいいのマンションのいいところ。いいころなんだろう。<laughs> 自分は賃貸マンションがず,もうずっと一生賃貸でいたいなと思ってるんですよ。ああなんか同じとこに10年20年とちょっといるのがあまり向いてないので、うん、もうどんどんいい場所が見つかったらそこに引っ越して引っ越してっていうのを考えているので一軒家買ったらなかなか <laughs> そうそうそうそれもメリットじゃない、うん、だって一軒家買ったらさそこで簡単にじゃあ次行きましょうっていうわけにも引っ越そうねって。うんうん だから賃貸だと常にいいところ出たよって、新しい物件出たよって、そこに点々移ることができるから、そういうメリットだなと思って。あと沖縄で台風多いからね、戸建てだと自分で準備しないといけないけど、マンションだと管理会社がきちんとやってくれるから、その辺も安心かなと。あとセキュリティーね、の他の人が、監視カメラだとかもあるの人の目があるから、そんな変なことはしないし、特に今みんなオートロックだから、変な人が入ってこない。 そうそうそうういうねこともあるかなとはあります、あと今、沖縄なんか不動産バブルらしくて、えー、新都心のマンションも相当値上がりしてますね、あと、まあ、あえて言うと、まあ、あそうですね住宅はあの僕、司法書士やってて、司法書士、まあ、住宅の購入の時に、住宅を、まあ、マンション買ったり、まあ、新築の住宅をっ作ったりする時にね。はい あのーおまあ、携わるることができる、うん、どういうふうに携わるかというと、うん、例えばお家を新築のお家を建てたいというんだったらまず土地購入しますよね、はい、土地購入するときにまず、えー、名義変更の手続きをしたりとかですね、うん、で建物を建てたらですね、はい、あのその名義変更のお手続きをしたりだとかね。うん で金融機関がお金を、まあ、通常現金で払える人はあまりいないから、ね、住宅ローンっていう商品で、金融機関、銀行から、ね、お金借りて住宅を建てるんだけども、はい、その時に、えー、金融機関がお金を出すときに、使用、うんえー、書士が、あのー、登記手続きをする、名義変更の手続きをする、うん、担保に取る手続きをやってくれるっていう、やってくれるっていうかする、それを同時に立ち会うっていうのかな、一切の、あのー、立ち会いから、 書類の作成等をするのがまあ使用書士の仕事でまあ僕の中心的な業務なんだけどもから住宅ローン新築で住宅を作る人とかがまあ依頼者になることが多いですねそれでまあお家建てるには土地購入することもあるしあの設計しないといけないから建築屋さんとの付き合いだとかね作るのは建築屋さんあせっえっとデザインするのは設計するのは設計士建築でまあ設計があって作るのは建築屋さんとかね で名義変更最後、法律的な権利関係をしっかり手続きするのが使用書士だとか、うん、そういった一連の手続きの中で、えー、不動産の購入で不動産屋さん、えー、それで、えー、設計で施工の建築屋さん、うん、で使用書士とこれ一連のお付き合いの中で、まあ、日高使用書士法人ではそれなりにみんなスペシャリストがいっぱいお付き合いがあるので、ねあのーまあ、このラジオを聴いている方は、ね、ぜひ一度。 何らかの場面でご相談いただければ、はい、紹介なりなんか手続きもで,、ねはい、できるのかなと思います。なんかいろいろ例えば自分が銀行行ってお金借りられるのかなとかっていう方でうーローンってどういうものなのかなということを、はいあのー、ちょっとね、あのー、気になる方は一度相談していただければと思います。はい、ということで今日は昨日ちょっと友達のね、あのー、マイホームに行ってですね あのちょっと新築祝いで夫婦と娘さん2人でなんか幸せな家庭を見てですねこういうありきたりな幸せなんだけども家族で新築で子どもたちが走り回っててでまあホームパーティーやって友人たちが来て一緒に鍋やってっていうどこにでもあるような普通の形なんだけどもとってもそれがなんか幸せに見えてなんかすごい,いい感じっていう,ような印象を受けましたね。素敵なファミリーの あのー、素敵なファミリーにお邪魔させていただきました、はい、まあこの,おあの同じね塩書師仲間の沖縄市で塩書師やってる大峰睦美先生っていうんだけども<ー>結構昨日とってもいい,いい感じでお邪魔させて僕まで幸せになったような感じですねはい、はい、えー、それではここで一曲お聴きください「竹内まりやでうちに帰ろう」です マイホーム買ったらもう永住じゃない。前売ればいいから。はい、でも家,家って売れます売れるよ。マンションだと売れるイメージですけど。売れるよ。よじゃあ。まあいいのだったら売れるけど。あ<ー>まあ立地とかもあるけど、タイミングとかあるな。うん、で二で、26分30まで。27までいいですよ。まで はいえー、時刻はあ19時23分を回ったところです、えー。皆様から寄せられた相談に日田健先生がお答えしますということなんですけれども、えっとですね、ちょっと法律相談の、まあ、今日は成人式なので、はいえー、成人式にちなんで、ですね法律的にはです、ね、一般の取引で契約とかするじゃないですか、はい、この契約関係については、あのー、20歳になるとですね、うん えー、自分で単独の判断で、えー、有効な契約をすることができます。つまり逆を言うとですね、うん、えっと、未成年である場合にはあ、親権者、つまり親の同意の下でしかあ契約できないことになっています。はいはい、つまり、 オートバイ買ったりだとか、うん、あのー、車買ったりだとか、いろいろ何らかのー生活す上で契約ってあると思うんですけども、契約する際には必ず親の同意が必要だったんですよ。うんうん、で、逆に、逆にというか、仮にこの親の同意がなければ、えー、っと、取り消すことができるということになっています。はい、つまり未成年者である時にしたあ契約についてはあ、親の同意がなければですね、取り消すことができるというのがあ原則ですね。うん、で、今後はですね、二十歳になったら、 えー、自分で、えー、自由にいい法律行為ができますので、十分自覚して、えー、法律行為をしてください、うん、ちょっと疑問なのが、ちょっと成人式で、以前僕が担当した事件で、あのー、成人式の、ね、着物だとか、意識の手続きを約30万円ぐらいで、写真屋さんって、美容室の方に、写真屋さんと美容室、一式で頼んでたん,んだけども、はい、成人式終わってお金払わないと。<laughs> <laughs> はい お金払わないから、この,あの写真屋さんの方から依頼があって、はい、ちょっと請求してくれないかということで、うん、請求の手続きをしたんですよ。はい、したら、あのー、まあ、確かに全部、あのー、まあ、着物も着て写真も撮って、全部、うん、写真屋さん等が美容室ではやることをやったんですけども、はい、この親が言うにはですね、えー、自分があ相談しに行った弁護士によると、 えー、未成年者の間の契約であるから取り消すことができるということで、うん、チャラにされたんですよ。それで僕のアドバイスとしては確かに、ね、法律的には未成年者であるうちにした、まあ、契約で注文であるから、はい、確かに取り消すことができるっていうのは民法という法律の規定ではそうなっているとうんけど、あのーですね、あの道徳的、道義的にです、ね、今までこういうふうにして取り消すことについてはどうなのかっていうのは あれあっそうなんですかあれそうでしたあまっそうなんですあそうなんですね。じゃあ26分まで。なんだああ、ごめんなさい。全然。あそうなんだ。だから前の番組も途中で何か。分まであっそうなんだ。何か焦ってるなと思ったら。 去年松尾ちゃんとお二人はしてたんですけど、あ、そうです。はい、全然。で、ひびさんこの写真撮ろうね。この写真を使いましたよね。あ